はい、皆さんこんにちは。リビングリッシュ始めましょう。リビングリッシュとはリブ、住むというリブ、英語のイングリッシュを合わせた造語で、世界唯一の英会話住み込み型の英会話スクール大阪イングリッシュハウスの代表、私渡辺秀和と、今回も引き続きポーランドからロバート、はい、よろしくお願いします。はい、でですね、引き続きゲスト船越さんと、佐野さん、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ロバートから質問しますんで、ぜひぜひお答えください。はい、はい、ロバート、ゆきゃーす。はい、so I have a few questions about your wife, as she's Chinese and you're Japanese. So how is the life going in international relationship? International relationship.国際結婚ですね。Is it hard or is it? すごい難しいですか、それとも Yeah, very easy. Very easy. Because there are some differences between Japan and China. Like cultural different differences. Yeah, ね、日本人と外国人の違いが多少あると。Do you experience any cultural differences? My wife Japanese, 20 in Japanese years. So do you go to China with her very often? Ah, yes. います。あ、よく行くんですか？よく、年に1回ですね。年に1回。まあまあ、3 times. Okay. And you also have children? Two children. Boy and girl? And how old are they? We got a boy. お兄ちゃん。下が、下がガン。ガン。はい。5歳。5 years old. Okay. And what is your family hobby? What you like to do the most with your family? Family hobby. なんか家族での共通な趣味とか、家族でなんかよく行くとことかすることもありました。ショッピングかな、ショッピング。どこに行きますか？ハーバーランド。ハーバーランド。ハーバーランド。国際的ですね。だいぶ国際的ですね、ハーバーランド。Is it like clothes shopping or what kind of shopping? なんか服とか買います。Something for the house, something for you.Children, おもちゃ、ホビー。Okay. ホビーって言ったら、おもちゃ。トイ。So, how often do you do this? どれくらいの頻度で、週に1回くらいかな。週に1回。Once a week. Okay. And you go to Kobe. Okay. So, is it, like aBest city to do shopping? Best city. Okay. なかなか国際結構楽しそうですね。なんかね。じゃあ、前回引き続き、ちょっと今度前でしてもらっていいですか？はい。じゃあ、今回引き続き今度ね、ロバートと、佐野さんにしていただきたいと思います。はい。よろしくお願いします。じゃあちょっとシチュエーションやってください。はい、So let's start the、okay. breakfast. So what are we eating? What did you prepare for breakfast? ご飯食べる。何を準備しましたか、朝ごはん。パンとコーヒーとか。ブレックファースト、コーヒー。And coffee?、はい、okay. Can I get milk for coffee?牛乳、ミルク、ブラック。いりますか？ブラック、ブラックコーヒー。
Black, only? No, no, no. Oh, okay. With sugar? No sugar. No sugar. Okay. And bread with what? What do you think? So what's two bread? Bread. Yeah. How many bread? So what's with bread? With bread. パンと一緒のおかずは何ですか？まあ、パンとパンオリ、ブレイクファーストオリ。オリブレイク。オリブレイク。With バター。バター。yes。Okay。And then vegetables。野菜は。でノーベザ。ノーベザ。オリブレイク。オリブレイク。ブラックコーヒー。Okay。Sounds tasty。美味しそうですね。はい、ありがとうございます。まあ、こんな感じで、楽しそうな朝食ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。とっても美味しそうなパンとコーヒーとでしたね。はい。でですね、佐野さんは中小企業診断士ということで、はい、はい、中小企業診断士ってどんなお仕事なんですか？まあそうですね、まあ、特に、まあ、独立してる人だったら例えば企業の補助金を申請したりとか、はい、企業の払いの相談役とかっていう形で、はい、まあ、本当に、まあ、多岐にわたっております。はい、多岐にわたって、はい、そうなんですね。へえ、まあ、なかなかイメージしづらいですよね、中小企業って。そうですね、はい、してね、なんかどんな相談が多いですか？どんな相談やったら、まあ、相談っていうか、まあ、相談があるのは、まあ、コンサルティング、ね、されてる方だったら、その、ね、例えば売り上げを伸ばしたりとか、ね、人を採用したりとかね、まあ、そういったいろんな相談があるんじゃないかなとは思いますね。社長さんとかやったら、はい、マーケティングとか。そうですね、前の会社だったらそういうマーケティングとかですよね。はい、まあ、今はね、ちょっと講師も教えるんでね、まあ、そういった相談とかは特に、ね、別にないんですけど。で、全く別ですよ、講師になると。そうですね、別ですね。はい、難しいとか、気にかけてることとか。まあでも、まあ、仕事って大体みんな同じですよね。ちゃんと普通に、ね、真面目に、まあ、真面目というかね、お客さんのことを考えてやるっていうのがね、はい、それさえしっかりと守っておれば、まあ、どんな、ね、仕事もできるじゃん。素晴らしい。講師としてそういうことを心がけて。まあそうですね、はい、ありがとうございます。ではですね、佐野さんにお仕事してもらいましょうか。告知の方よろしくお願いします。はい、診断士講座ですね。はい、はい、診断士講座ですね、まあ、ぜひやっておりますので、まあ、もし、ね、ちょっと興味がある方はぜひですね、まあ、ご相談いただければなというふうに思っております。またですね、まあ、先日ですかね、読売新聞からうちの取材の方とか向けておりまして、まあ、そういったです、ね、記事もまたホームページの方に載せておりますので、また見ていただければなというふうに思います。はい、ありがとうございます。詳しくは ACA ご検索という感じですね、はい、ホームページ、はい、よろしくお願いします。はい、では今日はこの辺でお別れしましょうか。はい、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、またまたねー。